探そうよ。僕も気持ちはわかるよ。でも危険なことに首を突っ込むのはやめた方がいいと思う。もしそのせいで僕たちの誰かが危険な目に遭ったりでもしたら、それこそ戸高も浮かばれないんじゃないかな。僕一人がひどい目に遭うって言うなら構わないけどさ、仮に天川や仙道が次の被害者にでもなったら目も当てられない。友近はいつもそういう優等生っぽいこと言う。実際優等生だけど、誠はどう思う？龍騎の言うこともわかるし、服部君の言うこともわかるわ。だけどどちらにせよ綾は帰ってこない。だから私は無公表でお願いするわ。だんまりだけれど、小鳥はどう考えているの？うん、そうだね。俺は正直な話、俺たちみたいな一階の高校生が連続殺人犯なんて手に負えるわけがないと思う。その点で言えば俺は友近の意見に賛成だよ。だけどそれでも戸高のために何かしたいんだ。葬式や敵討ちなんていうのは、生きている人間が自分の心に折り合いをつけるためにするものだって分かっているけどさ。小鳥、賛成に反対1、無効1か。それならまあ犯人探ししようか。ふーん、素直じゃない言い方ね。本当は友近だって犯人のこと許せないくせに。そりゃもちろんそうだよ、許せないに決まってるさ。じゃあ意見がまとまったところで。もうタイミングの悪い。そう焦る必要もないよ。また放課後に話そう、みんな。